小鳥のさえずりで朝目が覚めた私月平です。さあ今年もやってまいりました超ゴッドラッシュ、前回、爆死、前々回も爆死で3度目の正直ってことで、今日もがっつり水属性を狙って本気でガチャしていこうと思います。改めまして皆さんこんにちは、こんばんは、月平です。いやー、だいぶ頑張って二次決勝をね貯めてまいりました。まずね、内容を知らない視聴者さんのために、ストーリーといいますか、前回前々回と、ガチャをしてから、今回に至るまでをお話しさせてください。時は遡り、去年の2023年まさに今頃、ほぼ1年前ですね。水属性がこれといったキャラがいなくて、頑張って二次決勝をね、1000個貯めて9周年の超ゴッドラッシュで、インフィニティとバルナの2体を狙ってみたんですが、残念ながらどちらもね我が家にお迎えすることができませんでしたと。まあこればかりはもう確率だから仕方がないとね自分に言い聞かせ、また貯めて次にね頑張ればいいと、二次決勝を貯めてたんですけれども、すぐにねコラボイベントでエヴァコラボがね来ちゃったんですね。でこの時はね水属性の真珠を狙ってガチャしたんですが、さすがにこの時はねもう何かしらの呪いかと思いましたね。この時は二次決勝850個を全損するまで、回した結果、見事に水属性の神事以外をコンプリートするというね、さすがにこれはショックでしたね。狙ってたキャラ以外コンプリートするでも大ダメージですよこれは。それがね、今回の3度目の正直で、まあそういうことでがっつり二次決勝をね貯めて、狙ったろってなった次第でございます。まあある視聴者さんの方にはですね、ポコダンやめたんですかと、まあ、コメントもいただいたんですが、やめてません。まあ動画見てくれてありがとうね、ありがとうございます。ご心配をおかけいたしましたと。前々回のね動画でも、ちらっと後半、まあ、終わり間際に発言した言葉なんですけども、次は1年貯めて、10周年をね目標にと軽くね言ったことがまさか本当になっちゃうとは思いもしなかったよ本当。まあね、こういうのはねフラグになるようなことはねあんまり言いたくはないんだけど、ガチャを回し始めちゃうと狙ったキャラが出ないと二次決勝が全損するまで回しちゃう傾向にあるんですよね私。まあさすがに今回の二次決勝3500が全損したらもう立ち直れないよこれは。まあそれこそねポコダンの動画で皆さんにお会いするのがもう本当に年に一度になりかねないですからね。まあね、逆に狙ったキャラが出ないってことは、まあ、ずっとそれを目標にするわけだから、まあ原動力にはなるのかな。まあそんな原動力はいらんけど、まあね、ぼちぼち水属性を狙う以外の方向性というか、まあそんな動画も撮りたいよね。もういい加減。それではね、まあ本題のね、10周年ガチャ、について、超ゴッドラッシュについて、ここからが、本番ということで、ご視聴いただければとよろしく、ご視聴いただければと、思いますので、ちょっと長い動画になっちゃうのかな、まあ、お付き合いくださいと。はい、ガチャ画面にスライドしてまいりました。今回私が狙うキャラはこちらロスト。性能に関しては他に動画を上げている方がいると思うので、割愛させてください。ソロでもねもちろん優秀なキャラですが、マルチなんかでもポチパで倒しきれないクエストとかね、今後そんな物理ダメージしか通らないような高難易度をイベントクエストが追加、なんて私ね、個人的な意見としては先行投資として狙ってみるのもありなのかなと思います。でこの1年の傾向からするとまず私にはね神引きはないと思うんですが、まあロストを引いたらね、当たったら、やめるつもりでいます。でまあちょっとあの話が逸れてしまうんですけれども、私の X の方でね、総合フォローをさせていただいている方が新キャラロスト手に入れたよってね、自慢してくるわけなんですよ。しかもね2体ゲットしたらしくてね、
そんで私がインフィニティも欲しいと知っているもんだから、私の爆死も見たいと煽ってくるわけさまあ例えばね、ロストを神引きして調子に乗ってインフィニティまで狙って二次決勝を全損させた日にはもう二次決勝3000個の請求書を送りつけますね宝くじ当てたかでなんか余裕があるのかロスト2体、持ってるのにまだガチャやるとは言っていましたね。まあ本当に羨ましい限りですわ。いや宝くじのね、件は本人了承で、ね、お話ししておりますと、それではね、大変長らくお待たせいたしました、もう喋り疲れちゃったんでね、ここからはロスト狙いで一本釣り動画をお楽しみくださいと。いやまあとりあえずね、100連以内に来たらまあ勝ちと、できれば300連以内に来てほしいのが目標で、ご覧いただけたらと思います。それでは、次のスライドでガチャをしていきたいと思います。今年こそは、よろしくお願いいたしますと。さあ気合を込めて回していきたいと思います。さあお願いします。カッティン入らないね。よしサクサクっと回していきましょうか。お一生寺あーんなんだこれ。あーいらないな、これはちょっといらないかな。ちょっと後で見てみようか。10連目ダメでしたね。こいつは何だ。はいはいはい、リーダースキル、まあ使わないかな。まあ一応ね鍵かけておきましょう。はい次20連目お願いします。今年こそは水不足を解消させたい。いい感じにはねなんか出そうな雰囲気はあるんだけど、はあ、サクサクっといきましょうか。本当にね、まあ、以前から言ってるようにもう出るときは出るし、まあ、出ないときはねいくら使っても出ないんですよこんなのは。なんで、サクサクっとどんどんいっちゃいますよ。よしお願いします。ロストカットイン来ねえな。頼むよマジ、お願いします。一生地が来ない。やばい軽くちょっと触れてきたぞお来たか来たか。これで来たらもう大勝ちも大勝ちでしょう。よしじゃっさあお4体頼む止まれと、まさこいロスト。よしあれこれロストだよな。ロストだよ。よし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 。あーどうするこれ。あーでなんかやっぱフラグか。さっきもねなんかね発言しちゃったんだけどさ、なんか神引きしてロスト来ちゃったらインフィニティ狙うんじゃねえって。絶対ねこういう時ってねもう前回前々回とね学んできてるわけだから、来ねえからまず絶対来ない。あーでも悩むけど、まあ悩むというのはもうがっつりね二次決勝こんなんもうまた頑張ってためりゃいいわけで書かせてもらっていたから、喋る時間の方が長かったって申し訳ない。視聴者の方にはちょっと申し訳ない気持ちが今、申し訳ない気持ち、まあでも嬉しい気持ちの方が、ね、勝ってるんだけど、いや本当ありがとうございます。こんなね、すぐに来るとはね思わなかったマジ。いやとりあえず鍵、かけましょうか。とりあえずねちょっとね動画短いかなちょっと見ていきましょうか。で、まあ、自身のね、ポコレンチェンジャー、これ見てもあれだから、こっちで見た方があれなのかな。
自身のねポコロンチェンジをプラス4すると、もともとこのスキル、9ポコロンチェンジするわけで、最大9個、あくまでもこれレベル7までね、上げた時に限るんですけども、もともとが7個なんでね、この最大9個を火と森のポコロンを多重ポコロンに変換させると、でそのプラス、リーダースキルで自身のポコロンチェンジ数をプラス4にすると、ポコロンチェンジ数をプラス4、あってことはあれか、9プラス4で13ですね。そしたらそういう解釈でいいのかな、あ間違ってたら間違ってたら、どなたか教えてください。これ、要はあれですよね、初手でそのスキルが発動できるポコロン100なので、初手で13、水の多重ポコロン変換できると、相当強いですよね。なぞってもまた次のターン残るわけですからね。実際にちょっとね、使ってみないと性能わからないんですけども、でもう一体の方が、個人的に私はこっちの方が好きですね。こっちの方がかっこいいというか可愛いというかね、好みであります。でこちらを限界突破させたらどうなるんだ、最大7個の火と森のポコロンを変換させると、そんで、レベル7にした時は9個、そこは変わらないんですね。下のリーダースキルがね、水属性モンスターがスキル発動時、発動者以外の水属性モンスターにチャージが発生すると、でチャージ量、スキル発動者のスキルレベル1の時のスキル発動用ポコロンの 8%、 こんなんちょっとね使ってみないとわからないな。この場ではちょっとわからないので、誰かしらの動画を見てね勉強させてもらおうかなと思っております。ってことで、何年だろう、3500からだから、200、1、2、3、4、何年だ、もうちょっとね今ねうるしすぎてもう考えられない。とにかくどうしようかな、また次ちょっと申し訳ないんで、この今回はね、今回というか前回前々回の超ゴッドラック中、9周年では、第2弾、できなかったので、今回はね、第2弾も狙っていこうかなと思っております。またね、すぐに、このラッシュの期間がね終わる前には、何かしらね動画を撮ってあげていこうと思います。今日はねこの辺で勘弁していただけたらと思っております。ということで、皆さんにとっても、10周年良いゴッドラッシュの神引きがありますように。また次回の動画までごきげんよう、バイバイ。